さーて、今夜のご飯何にしよう。クマ、いや、猫。やだ、私疲れてる。疲労のあまり幻覚見てるだけ。ここで騒いだら頭おかしいと思われる。キャベツの重さ比べて選ぶ猫なんているわけないもの。ていうかなんで割烹着？店長、またあの猫さん来てますけど、どうします？何？店長として今日こそ一言言ってやる。さすが店長。お客様。お客様。いつもご来店ありがとうございます。肉球めっちゃプリプリだった。入店許可ってことでいいんですね。いい。店長があんなんだからこの店売り上げ伸びないんだよ。あんなの着ぐるみに決まってるじゃん。客からクレーム来そうでやだな。あ、しかしリアルな仕上がりだな。ファスナーとかどこなんだろう。わっ、すみませんジロジロ見ちゃって。あの、それご自分で縫われたんですか？いや、そっちじゃなくて。ていや、それ縫ったんか。すげえな。なんか調子狂うな。着ぐるみの変質者のくせに。お会計2560円になります。ポイントカードお持ちでしたらお願いします。あ、猫缶お買い上げの方向けにジュールの新作試供品があるんですが、お付けしてよろしいですか？自分のことのように喜んどる。ほんと調子狂うな、この変質者。またお待ちしております。